私たち夫婦は本当に仲の良い夫婦でした。そう、あの日までは。ちょっとごめん。もしもし。はい、そうですか、畑中さん。その話はもうしたじゃないですか。だから我々があなたの会社を買収したからといって、あなたまで会社に残すとお約束したわけじゃ。私がそんなこと言いましたかね。万一弾みで言ったとしても、そんなものに法的な効力は。夫は某 IT 企業で M&A 部門の常務をしている。仕事では切れ者でだいぶ強引なこともしているらしいが、私の前ではそんなこと想像つかないくらいにとても優しい旦那様だ。いえ、我々の方は争うことになっても構いませんから。あ、ごめんごめん。それより大丈夫？全然大丈夫だ。ただいま。あ、おかえりなさい。ごめんなさい、少しうとうとしちゃって。晩ご飯まだなの？あ、全然いいよ。生ハムかなんか酒のつまみにするから。あ、待って。本当にごめんなさい。あ、全然気にしないでいいって。はい。あ、大沢さん？男のことが分かった？奥さんに聞いた場所から考えて、その男で間違いないと思います。畑中哲也、先日常務が買収した会社の社長です。畑中さん、その話はもうしたじゃないですか。どうします？奥さんがその気なら警察でも弁護士でも。やめて。このことは誰にも。奥さん、わかりました。でも、どうしてここまで？それは…今日も綺麗だね。この人は？あ、この人は今日から…
じめまして。僕、今日からこのマンションの201号室でお世話になる畑中です。はじめまして、301のあずさゆいです。じゃあ私の部屋のちょうど真下だね。よろしく。あ、いけない、カバン忘れちゃった。